佐渡屋さん、ショコルでございます。時刻は4時半なんですけど、比較的まだ僕の目で見えている限りだと明るい、そんな気がします。なので一応動画は撮ってみましたけど、今日はですね、ここにカメラのインナーバッグがあるんですけど、ここにちっちゃいカメラを入れて、単焦点レンズ1本で撮ろうと思ってブラブラして、何枚かちょっと試しで、何が得意なのか、このカメラが、ちょっとまあ暇つぶしに、もう画面上はモノクロにして、色の情報を一切消した段階で撮って、まあ、実際撮ってるのはローデータなんですけど、後でいくらでも変えれるっちゃ変えれるけど、一応モノクロで、今日も天気が良かったので出かけておりますが、前回ブラドラでお話をしました、このロンティーがさ、ロンティーって言っちゃうけど、このヒートテック極暖ですか、なんか初売りも安かったですよね。これさ、普通のもう肌着じゃなくて外着というか、なんていうの、ロンティーとして僕はもう着ちゃってます。ロンティーで、今日はちょっといろいろと動くだろう、動いたら暑いだろうということで、そのロンティーに対して、これどこのだろう、ギャップのものすごいなんとかデニール、なんかもうとりあえずものすごい薄いこのナイロン生地にダウンを詰め込んだギャップのダウンベストを着てきて、それでほど足りるからね、すごいですよね。風が吹いたら確かに寒いけど、でも耐えれる寒さというか、非常に動きやすい格好で過ごしておりましたよ。さあ、だいぶ、まあ僕もそうですけど、だいぶ周りの車もライトをつけ出しましたけど、まだ日は沈んでいない。日が伸びましたね、12月に比べるとね。僕は一人で写真を撮りに公園とかプラプラと、時間をね、小1時間とか時間を絞ってやらないと、こだわりすぎちゃうんで、時間を絞ってやってるんですけど、その中で iPhone でね、ラジオクラウドみたいなやつでラジオを聞きながら歩いてるんですけど、2019年新たに始めたいことっていうものをテーマにね、リスナーさんがいろんなものを送っている中で、子供の頃に夢半ばで終わったものに再度挑戦しますみたいなことを言ってる人がいてね、で DJ の方も確かにこの正月だからこそけん玉とか今やりだしたら多分ハマっちゃうよねみたいな、そういう話をしていまして、で僕はそれを思い出した時に、2018年は確かね、子供の頃にハマっていたもの、いわゆるその何ですか、コロコロコミックしか僕の外部から情報を得れる情報ってなかったわけですよ、子供の頃はね。コロコロコミックかボンボンかっていうと、僕はコロコロコミックでしたけど、そうするとね、まずミニ四駆、レッツエンドゴーね。だけどミニ四駆に今大人になった僕が手を出したところで、マシンの性能になっちゃうでしょう。しかもなんか試すってなると、サーキットに行ってとかこだわり出しちゃうと本当にもうキリがないと思うので、ミニ四駆にのめり込むのはちょっとまずい、やめようってね。なんか友達と一緒に始めるんだったら非常にいいと思います。コスパもいいと思います。なんかパーツ一つ一つを取っても何百円から何千円まででしょう。だから非常にコスパはいい最強の友達作りのアイテムだと思うんですけど、いかんせん友達がいないし、ちょっとあれだなーなんて思ってた時に、僕より多分ね、少し下の人たちになると、20代半ばとか20代後半の子になると、ベイブレードでしょ多分ね。僕ベイブレード多分ね、読んだことはあると思うんですけど、やったことはないし、あれもあれでベーゴマが多分元でしょう。多分ハマっちゃったらキリがないと思うんですよ。すごい楽しそうにやってる人たちを見てると、仲間に入りたいなとも思うんですけど、あれもやっぱ友達がいないとできないということで、僕が行き着いた2019年、これを始めるべきではないかというものは、ハイパーヨーヨーですね。ハイパーヨーヨー、昔ハローマックっていうね、おもちゃ屋さんがありまして、トイザラスみたいなもんですよ。それが家の近くにありましてね。なんだっけな、初心者用のやつはね、名前覚えてないけど、ファイヤーボールっていうね、ものが確かあったはず。ファイヤーボールね。言葉が全然思い出せないからあれなんですけど、こうピャって投げた後、ここですごい回ってくれるっていうのがハイパーボールだった気がします。なんか、ループなんとかとかね、なんかそういうのには適さないけど、なんか、ブランコとか、なんかもうとりあえずそいつ本体だけですごい回ってくれるのに特化したベアリングを積んでるのかどうか分かりませんけど、なんかそういうのをね、思い出して、 Amazon で僕の知ってるファイヤーボールっていうハイパーヨーヨーの名前だけでこれで合ってんのかなっていうのを Amazon で調べたら、まあいろんな種類が出てるわけですよ。当時全く覚えてないけどね、1個5000円ぐらいするね、ハイパーヨーヨーがあってね、それをね、毎回ハローマックに行くたびに
親に買って買って言ってたんですけど、買ってもらえずっていう憧れの機種を今大人になってポンって自分に買ってあげようと思ったんですけど、それの名前がわからない。普通の丸じゃなくてね、なんかこう紐に後々乗せることがしやすいさ、変な台形型のやつとかあったんですけど、名前を覚えてないからどう検索していいのかわかんないし、できればねその現行のものよりかは昔の形のまま昔のものが手にしたいなという気持ちがあって、昔の自分に勝ちたいわけですよね。なんかこうこういうのを何回か5回ぐらいはできた気がするんです。こう回すやつ、ブランコとか犬の散歩とかね、その辺をちょっとやりたいななんて思って、あれだったら一人でできるんで完璧な遊び道具だなと思いましてね。僕の仕事の8割9割は座ってパソコンに向かってやる仕事で、時々外に出てね、ああだこうだ人に言ったり言わなかったりなんていうことがあると、立つっていうのは最高のリフレッシュになるわけですから、座ってできないでしょハイパーヨーヨーね、立たなきゃダメだから、よいしょって言って立ってねやるっていうことをちょっとしたいなと思ってAmazon で今調べています。でもね、なんかファイヤーボールって調べて打ったやつも多分ね2000円しなかったんですよね。あの当時に僕が求めていたその5000円ぐらいの名前わかんないハイパーヨーヨーも、もしかしたら今となってはもう3000円ぐらいまで落ちてる可能性もあるし、逆に言うともっと高いやつもあるだろうし、もっとこうミニ四駆みたいにね大人が遊ぶようにパーツがいっぱい出てる可能性もあるし、ちょっとその辺がわからないからあれですけどね、そういうものをちょっと2019年の1月に買っておかないと、2月になるとねまたああでもねこうでもねっつっていろんなことに手を出しいろんなことをしちゃうんで、2019年1月中に買うか買わないかをちょっと決めたいと思います。さあ、だいぶ僕の目では暗くなってきましたけど、どうですか物理的に。なんかアイビスミニはね液晶がものすごい明るく映すんですけど、実際はそうでもないっていう時がね多くてね、ちょっと分かりませんけど、多分1月早々ねご家族で住んでらっしゃる方は新聞の折り込みチラシにねユーキャンのものとか入っていたと思いますよ。新たになんか資格取ろうかな思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その前に子供の頃納得いくまで遊べなかったおもちゃに再挑戦してみるのもいいかもしれません。もちろん新しいものを見つけるのもねいいかとは思いますけれども、そうやってね2019年過ごしましょう。それでは、シャコルでございました。また明日ごきげんよう。バイバイ。